マクロビオティック運動最高1。三ツ富士、無双原理、一物全体色三四郎の害。何のことかと思われるかもしれません。説明の、そのまた前の説明から申し上げます。時は明治時代。野菜医者、大根医師の異名を持つ石塚左玄。医師でもあり、薬剤師でもある石塚は、往年。 明治陸軍の薬剤官を命じられていました。当時、石塚は変わり者じゃと、かの乃木大将からも一目置かれる人物だったそうです。石塚は、幼少の頃から、全身の皮膚病に悩んでいて、大人になってからも、さまざまな治療法を試みます。そうした自分の体験から、やがて温浴、発汗法と食用法の研究に傾倒するようになるのでした。 人類は黒色動物なり、温浴及び発汗は人体の脱塩法なり、サトシは本にして際は末なりと主張し、人体内のカリウム塩とナトリウム塩のバランスを取ることを基本とした食用法と、温浴・発汗の励行を進めました。その論法は、カリウム塩とナトリウム塩を夫婦になぞらえ、夫婦アルカリロンと呼ぶものでした。明治 石塚食料場明治40年には食業会を設立しました石塚は診察料を取らずに食事の仕方特に国際食中心に取るよう指導したため野菜医者とか大根医師先生などと呼ばれたのでした口伝えに日に日に噂は広がり人気は上昇1日100人までとしていても診察が追いつかず 遠方からのの患者の対応に目慮したと言いますまた石塚は竹製ピンセットや短歌外科用包帯脱脂法など数々の発明をしている記載の持ち主で食事指導も固定関連にとらわれない柔軟な姿勢であったようです人類は黒色動物なりを唱えながら才能向上のためには肉類も進めるということもしている 石塚が作った食用どうかのいくつかを紹介しましょう旧仕持つ人は留食不動物よ肉や魚は心して食へ肉食えば野菜をすかぬ人となり薬と頼むかわらいおかしさ肉すぎて干し物のごとく身は締まり色黒くして病いがちなりここまでは肉食否定論のように聞こえますねそれでは 次の歌はどうでしょうか肉ならば、大根おろしか生姜汁、つけて食べれば毒消しとなる。飯食って、程よく、肉を、し、楽しまば、身も、健やかに、さとしも才もあり。魚や塩とく、売る、に、よしなき山里は、鳥りけだものの肉を食ふべし。石塚の食用論の要点をまとめてみます。カリウム塩の多い植物性食品は、 軟化力や膨張力を持ちナトリウム塩の多い動物性食品には収縮力と効果力があるサトシはカリウム塩の多い国際食がサイはナトロン塩が司る人類は黒色動物国際食を中心に据える食体系が必要であり軍隊で言うならばカリウム塩が体調ナトリウム塩は副官といえるしたがって カリウム塩とナトリウム塩の差数量に一定のバランスを取ることが必要ただし年齢や男女の別気候の寒暖の違い作業者なのか肉体労働者なのかによってはその差数幅に開きがあるナトリウム塩の例として肉食を挙げていますがどちらかというと便宜的表現で塩の効いた漬物や魚の干し物など 食塩を推奨していいる胸が強いまたカリウム塩つまり植物性食品を燃やすと完全に倍になるがナトリウム塩の動物性食品は完全燃焼しにくく無理に燃やしても最後は炭状になる体内でも同じことで動物性食品は不完全燃焼を起こしやすいと考えるいずれにしても人体内に ナトリウム塩の蓄積が過剰となる場合がありそのような時は温浴や運動などの発汗によって脱使をすることが望ましいとします。